それでは、牛田が Minimizing Quadratic Functions in Constant Time というタイトルで発表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。スライドの一部は産総研の林さんによるものです。この論文、今回の話は、私の論文の紹介になるんですけれども、今度の NIPS という機械学習の会議で発表するものです。で、最初にまず自己紹介、私のことを知らない人も多いと思うのでしておきますと、私は吉田と言います。よろしくお願いします。で、普段の所属は国立情報学研究所、神保町にある研究所なんですけど、そこで働いています。で、一応 PFI、PFN との関わりは、もう10年越しになっていて、最初この会社というか PFI を設立した時のメンバーです。で、しばらくはずっと研究者やってたんですけど、今月からまたちょっと遊びに来てよということになりまして、非常勤シニアリサーチャーというよくわからない立場で働くことになりました。毎週金曜日に来る、よろしくお願いします。で、専門はいろいろ、最初はずっと理論やってたんですが、理論って本当に PVSNP と戦うみたいな、それぐらいの理論的なことをやってたんですが、最近はちょっと実用的な方向にも興味がいっていて、ああいった会議に論文を書いたりしていました。最初のストックフォックスフォードは理論で、NIPS は皆さんご存知だと思います。開発中で、あとトリプ AI 樹海とか、AI とかデータマイニングとかデータベースとか、何でもござれみたいな感じで仕事をしています。で、出身も書いておくと仲良くしてくれる人がいるので、書いておいたんですが、大阪府枚方市というところで働いてたんじゃない。で、生まれ育って、で、その後京大山県、理論やってる研究室に移って、で、その後、NII、国立情報研究所という流れです。で、今回の話なんですが、最初に紹介しましたように、Minimizing Quadratic Functions in Constant Time ということで、定数時間で2次関数を最小化します。2次関数は皆さんご存知だと思いますけど、定数時間というのは、あれですね、夢のような話で、入力がどれだけ大きくなっても常に同じ時間で終了する、そういうアルゴリズムを作ると言っています。これ初めて聞くと、そんなことができるのかという気持ちになると思います。その話をする前に、ちょっと私のこの研究を始めたモチベーションというところからスタートしたいので、関連する話題である性質検査というものからちょっとスタートしたいと思います。先ほどの NIPS の論文は最適化問題を解くなんですが、性質検査は判定問題を解くという感じになっています。で、これが何をするかというと、与えられた入力、何でもいいです。グラフでもいいし、関数でもいいし、画像でもいいですし、何でもいいです。がある性質 P を満たすかどうかを判定したいと。よくある問題ですね。で、その時に入力が巨大、例えばゲノムデータだったら何十ギガもありますし、画像でも簡単に、あれ二次元の情報なんで、すごい大きな何百メガの画像になったりしますし、そういった時っていうのは線形時間で処理してさえ遅すぎるっていうことが多々ありますし、多項式時間でやると、もっと多項式時間二次、えっと、なんだ、二次だとか三次の時間かけてしまうと、もっと多大な時間かかってしまうと、遅すぎると。ということで、考えられている、それに対する解決策として考えられている概念として、性質検査というのがあります。で、性質検査は何をするかというと、とにかく早くするために、その判定をちょっと緩めるんですね。判定っていうのは、ある性質を満たすか満たさないかを、もうイエス・ノーで判定するっていうことなんですけど、この性質検査では、性質を満たすか満たすには程遠いかというのを区別すればいいことにすると。程遠いっていうのは、その入力をたくさん書き換えないと性質を満たさない。という、ラフにはそういう意味です。で、そういうふうに判定をちょっと緩めることで早くならないかということを考えています。で、そして提案されたのが性質検査で、こういうふうに判定をちょっと緩めると、多くの性質が入力帳に依存しない計算時間、定数時間で判定できるということが、理論的には知られています。で、ちょっと全く雰囲気がつかめないと思うので、1個例を出すんですが、例えば2部グラフが与えられて、で、2部グラフかどうか検査したいとしましょう。2部グラフっていうのは、右の図みたいに、グラフが2つの部分に分けられて、で、その左側と右側の間には枝があるけど、左側の中とか右側の中には枝がない。そういう状態です。そうしたときに、これ、もちろん2部グラフかどうか検査するのは線形時間なんですけど、
まあ、すごいグラフが巨大で、それさえもしたくないという状況だったとします。しましょう。で、そうしたときに、整数検査アルゴリズムは何をするかというと、次のようなことをします。最初に定数サイズ、まあ、100とか、まあ、それぐらいのサイズの頂点集合をサンプリングします。全体は、まあ、何万頂点、何百万頂点あるか分かりませんけど、その中で100っていう決まった個数の頂点集合をサンプリングします。で、その間、その頂点集合の中で作られるグラフが、2部グラフだったら、イエスだと言って、そうでなかったら、ノーだと言います。それだけ。非常に簡単。なので、これ多分、何ですかね。施設検査っていう概念が提唱される前からみんなヒューリスティック的にはやってたんじゃないかっていう、まあそんな感じのアルゴリズムです。で、まあ簡単にわかることは、計算時間は定数時間。まあ入力が、まあそうですね。計算時間はこう、頂点集合を取ってきた頂点集合100頂点と決まってるので、入力がどれぐらい多くても同じ時間。で、G が、G っていうのは入力グラフですけど、2部グラフの時には必ず処理します。というのも、もともとが2部グラフだったら、そこからどうサンプリングしてきても得られるグラフは2部グラフだからですね。で、まあ、最後は肘名で、ここは理論屋さん頑張るところなんですけど、2部グラフから遠い場合、まあ、つまり2部グラフにするにはすごい枝を、まあ、消さなければいけないような場合には、高い確率で拒否するということが言えます。まあ、定数時間アルゴリズムというのは大体こういう感じで、アルゴリズムはすごい簡単。ただし解析は大変っていう、まあ、理論家には非常に楽しい。理論、楽しいし、まあ、実用的に使う人にとってもアルゴリズムは簡単なので使いやすいアルゴリズムになっています。で、まあ、私は自分のことを性質検査だと思ってるんですけど、まあ、私、まあ、性質検査をやってる人っていう意味で書いたんですけど、その憂いっていうのはありまして、まあ、ずっとこれを、まあ、学生の頃から理論的に研究していて、まあ、非常によくできた枠組みで、理論的にはもうとても綺麗。他の数学との、まあ、関連も、数学だったり、こう他のコンピュータサイエンスの理論との関連もあったり、まあ、非常に綺麗だし、で、何がいいっていうのは、何が定数時間で解けて、何が定数時間で解けないかっていうことを完全に特徴づけることができるという、なんていうんですかね。非常に美しい世界なんですね。まあ、普通、例えば多項式時間で解けるものを特徴づけろって言われても無理だと思うんですけど、まあ、そんなことができると PVSFT が解けてしまうんですけど、まあ、この世界ではそれができてしまう。まあ、グラフの場合にもできてるし、まあ、私も、いくつか貢献しました。で、まあ、最近、まあ、その、国立情報学研究所に移ってから応用的な話にもちょっとずつ興味が湧いてきたんですけど、まあ、何がその応用の観点からすると不満かというと、全く応用されていないと。定数時間アルゴリズムっていうのは、その内容だけ聞くと、まるでビッグデータに対する特効薬みたいに聞こえるわけなんですよね。どんなにビッグデータ、そのどんなにデータが大きくても同じ時間で終わる、すごい高速っていうことで、まあ、それ、もういかにも使いたいっていう枠組みに聞こえるんですけど、全く応用されていない。まあ、理由はいろいろあって、まあ、提案したのが理論屋さんで、応用に興味がある人がまだ見てないっていうのが、まあ大きいんですが、まあもっと具体的に見ると、まあ理論屋さんがやってたっていうこともあって、扱ってる対象は離散的なものばかり。グラフとか、まあ関数だったとしても、こう有限対上の関数みたいな、こう、ドメインが離散的なものだったり、まあそういうのが一つ。あとは性質検査の例で挙げましたけど、みんな判定問題ばっかりやっていて、現実に出てくる最適化問題は全然やってなかった。で、それが多分、まあ、大きな理由ではないかなと思っています。ということで、まあ、ちょっと、その、憂いを解消する研究をしようかなということで、やったのが今回紹介する話です。まあ、アイデアとしては、機械学習に現れる基本的な、連続的な対象に対する最適化問題を解こうというものですね。で、まあ、研究なんで、こういきなりは全てを解くことはできなくて、一歩一歩やっていくんですけど、まあ、今回の主題っていうのは二次関数です。まあ、ああいった形をしている二次関数。カッコは内積です。X と AX の内積とかです。まあ、展開すると右みたいになります。この二次関数、で、AIG、XI、XJ で、XI と XJ でこう、二つの変数がかかってて二次関数。で、あの二次関数の最小値の近似を定数時間で行うということを目標にしました。で、ここでちょっと注意なんですけど、
最小値の近似をします。であって、その最小値を与える X を得るわけではないです、この研究では。はい。まあ、その辺がまだちょっと不満は不満なんですけど、今回はそういうことをします。で、実はまあ応用はいろいろ、最小値しか求まらなくても応用はいろいろあって、まあ、カーネル、まあ、後でちょっと説明しますけど、ピアソン距離という、ピアソンダイバージェンスという、まあ、KL ダイバージェンスは有名だと思うんですけど、まあ、それのに関連した、まあ、それと似たように分布間の距離を測る、まあ、ピアソンダイバージェンスというのがあって、実はそれの距離を求めるっていうのは二次関数の最小化に落ちるので、まあ、この、今回の研究を使うと、その距離が定数時間で推定できたりする。で、まあ、それを使って特徴を選択するとかっていうこともできます。はい。さて、で、ではちょっと問題設定に入っていきたいと思います。ここまで大丈夫ですか？質問あったらいつでもどうぞ。で、目的関数はあんな感じ。同じように二次関数なんですけど、ちょっと書き方を改めました。VAD と、V× まあ、ダイアグ DV と DV というところに分かれていて、まあ、図で書くと、あの、下の絵のようになっていて、指さしても、ブロードキャストはされないと思うんですけど、まあ、V と A と V が、それがこういうふうに書けられて、で、まあ、スカラッチになるとか、まあ、そういうのを表現しています。ダイアグ D は、こう、D を対角とするような行列を指してて、まあ、これがそれに対応します。はい。で、まあ、こういった目的関数があって、それを最小化したりとか、目標はそれを最小化するということですね。D と A を分けている理由って何なんですか？ D と A を分けている理由は、対角だけここに N がついていて、対角に大きい値が入るようにしたかっていうことです。気持ちとしては、A も D も B も、それぞれの値は1以下と、絶対値が1以下みたいな設定を考えてるんですけど、そうすると対角が1とかになっちゃって、現実の応用では対角が大きいことが多いので、まあ、これを導入したところです。はい。で、アルゴリズムは、まあ、非常に簡単で、もう想像してる通りという感じなんですけど、要するに一部分散布してそこだけ解いて数出力する。まあ、それをやります。元の問題はこんな感じで書けました。で、じゃあ、定数時間で解こうと思ったときに何をするかというと、今、変数 n 個、x1 から xn あるわけですね。その中から、k 個だけランダムに選んでいきます。まあ、k 個選んできたものを s と書くことにします。で、まあ、その、行列 a だとか b だとか b からその s に対応する部分だけ取ってきます。で、それ上で、まあ、取ってきたものを as だとか bs だとか bs と書くことにします。で、それ上で、二次関数の最小化問題を解いて、で、それを、まあ、適切にノーマライズして出力すると。もともとは、こういう上の問題を解きたかったわけですけど、今何をするかというと、まあ、その大きさ K の集合 S を取ってきて、S、D、S、D、S というのを取ってきて、で、それ上で二次関数を最適化、最小化して、で、適切にノーマライズして、まあ、大きさがもともと N2 乗だったのが K2 乗になっているので、まあ、K2 乗分の N2 乗して、それを返すと。で、この Z っていうのは元の最適解に近いだろう、最適値に近いだろうと期待するわけですね。なんで、まあ、もうこれだけ聞くとヒューリスティックやってるだけじゃないかっていうふうに思います。が、これでいいんですというのが今回の趣旨です。で、大丈夫ですかね。はい、まあ、理論の部分は後で話しますけど、そこは分からなくてもいいですけど、ここは分かってもらった方がいいので、一応ちょっと一旦止めますが、大丈夫ですか。はい。で、まあ、こんな簡単なアルゴリズムでいいのかっていうのが、まあ、研究者側の仕事なわけですね。で、何を言ったかというと、まあ、L とか K とか書いてますけど、とりあえずそれは1とか1と思ってください。で、ADB の各要素が、まあ、マイナス L から L から1。マイナス1から1の範囲内で、最適解の各要素がまあマイナス1から1の範囲内だとすると、十分大きな散布数 K を取ってこれば、高い確率で Z スターと Z の間は、イプシロン、まあ、L と K2 乗も1だったら、イプシロン N2 乗しか離れない。で、問題サイズが N2 乗だったわけですね。A っていう行列も N2 乗サイズ。で、ダイアグ
D だとか B は大きさ N ですけど、係数 N かけてるので、気持ちとしては N2 乗のサイズ。なので、まあ、それに、その問題サイズ N2 乗からすると、それの1、4倍ぐらいしかずれないよっていうことを言ってます。はい。それがこの定理の言っていることです。で、まあ、計算時間は非常に、下計算時間の比較ですけど、まあ、計算時間は非常に小さい。まあ、K の、まあ、K、変数 K をサンプルしてきて、で、それ上で解くので、まあ、二次関数最小化するのいろんな解き方ありますけど、厳密にやると、3乗ぐらいかかるので、まあ、計算。ただ、K が定数なので、定数っていうのは問題サイズに依存、N に依存しない値なんで、まあ、これは大事だと。で、他の手法は、まあ、いくつかあって、近似保証が違うので、ちょっと比較するのが難しいんですけど、まあ、どれも、やっぱり N がかかっちゃう。というふうに、はい、大丈夫でしょうか。はい、では解析、この話はした方がいいのかしない方がいいのかすごい悩むんですけど、まあします。アイデアからいきます。で、まあ、まず最初にちょっと理論解析するときにちょっと話を簡単にしないとどんどん複雑になっちゃうので、 D っていうのはなかったことにします。 D は0だとします。で、各要素は、さっきの定理ではマイナス L から L って書いてましたけど、1から、マイナス1から1にします。で、やりたいことは、もう D、これが目標ですね。サンプル、元の問題とサンプルした問題が、最適値がほぼ一致する。D は0なんでしました。これが目標です。で、アイデアなんですけど、まあ、こういうことを言うときに何を言うかっていうと、まあ、A とサンプルしてきた AS、B とサンプルしてきた DS が近ければ、まあ、それで最適値も近いだろうと言えるわけなんですけど、ただ今回近いっていうのが難しいんですね。っていうのは A とサンプルしてきた AS っていうのはそもそもサイズが違う行列である。サイズが違う行列をどうやってこう近いっていうかっていうのは、まあ、自明ではない。ただそこにすごい良い道具がありまして、まあ、グラフリミットセオリーっていうのがあるんですけど、サイズが違うグラ、行列たちを同じ空間に埋め込んでそれ上で比較することができるような道具があります。グラフリミットセオリー、グラフォンとか呼ばれているものです。たまにデータマイニングとか機械学習でチュートリアルがあったりするので、まあ、聞いたことがある人もいるかもしれないです。気持ち、うん、そうです。で、グラフォンってどういうものかというと、まあ、厳密には大関連と呼ばれるものなんですけど、どういうものかというと、まあ、行列をそこに埋め込もうとしてるんですけど、まあ、非常に定義は抽象的で、上の W ですね。0、1の値2つ受け取って実数を返す。加速な関数を大カーネルと呼ぶと。で、まあ、これイメージとしては、こう、正方形を思い浮かべてもらって、で、X 軸、Y 軸がまあ0から1まであって、で、各点に実数の値が載っていると。まあ、そういうものだと思ってください。ビットマップというと変ですけど、なんていうんですかね。まあ、正方形の各点に値が載っているものと思ってます。で、そう思うと、行列を大カーネル作るのは、まあ、自然にできて、こう行列をこう遠くに眺めていて、0、1の、あ、まあ、正方行列をどこか眺めて、0、1の四角形に押し込めると、それが大カーネルになる。まあ、ああいった 3×3 の行列とか 5×5 の行列があったとすると、それをこう、ちょっとこの図で意図が伝わるかわからないんですけど、まあ、0、1の X 軸が0から1、Y 軸が0から1みたいな感じになっています。で、各点、こういう球点みたいな、なんかまあ、そういう大カーネルが作れると。まあ、何したって、こう、行列をこう、遠くから見て、正方形に入れたっていう、0、1って同じサイズの正方形に両方埋め込んだっていうだけですね。で、まあ、何がいいかっていうと、そうしたおかげで両方同じドメインに載っているので、距離を定義することが可能になります。まあ、それが大カーネルのいいところ。まあ、それだけのためにこれは導入していると言っても不思議ではないです。過言ではないです。で、行列から、まあ、大カーネル上で話をしたいんで、最初行列上の問題でしたけど、大カーネル上の問題に変換します。まあ、そんな難しいことはしませんが。で、もともと V と AV のトランス、内積と B と V の内積、N 倍したものっていうふうに書
書いてましたけど、まあ、両方、ベクトル B も行列で書いた方が後々書き方が都合で便利なので、まあ、ちょっと書き直します。まあ、書き直せるのはまあ信じてください。で、大カーネル版の二次関数っていうのを考えます。もともと行列使って考えてましたけど、大カーネル版で考えます。で、右の VAV、VB1 と比べて何が変わったかっていうと、A と B を一回、あれらは今行列なんですけど、一回大カーネル持っていって、ファイ A、ファイ B っていうのは一回大カーネル持っていって、で、V っていうのはベクトルなんですけど、まあ F っていう、なんて言ったらいいですかね、01から RA の写像との、まあ、内積に適切に定義してあげて、まあ上の問題とこう実質的に同じ問題になっているようにします。まあ、この辺は行列を大カーネルに置き換えてるだけなので、まあ雰囲気が伝われば大丈夫です。で、まあ、下の補題っていうのは、別に大関連を控えても控えなくても問題は変わりませんよということを言ってます。まあ、適切なノーマライゼーションの意味で問題は一緒ですよということを言ってます。で、まあ、これはちょっとした準備で、あと、まあ、この後戦略なんですけど、何をするかというと、元の問題は、行列の左上のものでした。で、言いたいことは、右上と近い。右上はこう S にサンプリングした後の、サンプリングした S にこう問題を落とした後の再域値ですね。で、その2つが近いっていうことが言いたかったです。で、それを言うために一回大カーネルに持っていきます。で、そうするともうさっきの答えから、まあ、大カーネルに持っていきます。なので、あと最後に言えばいいのは、このこことこの右のがほぼ一致しているっていうことさえ言えば、で、これなんかややこしいですけど、これとこれの引き算したみたいです。で、まあ、同じ空間に埋め込んだおかげで、引き算した後の式変形とかできて、ここに A の大カーネル、サンプリングした S に落とした後の大カーネルの引き算とかが、こっちにも出てくる。なので、この値っていうのは、これとこれの差ですね。なので、これが小さい、絶対値が小さいということさえ言えば、完成と。で、これはどういう時に小さくなるかっていうのをじっと、まあ、考えると分かるんですけど、これも小さい、これも小さいって言いたいんですけど、どういう時にそれが小さくなってくれるかっていうと、こう、ある意味なる、この2つが近い時に小さいと言えて、で、近いっていうのはどういう意味かっていうと、この四角で定義したカットノルムと呼ばれる、まあ、一種の距離みたいなものなんですけど、まあ、それの意味で近い時には小さいと言えると。なので、問題はその、カットノルムを抑えることに落ちるという感じです。φA-φAS と φB-φBS のカットノルムと呼ばれる、まあ、距離が小さいのであれば、この値が小さくなって、そこのアプロキシメトリーコードが書いてあって、で、上の2つの問題の解が一致するということが言えます。で、はい。で、それをどうやって言うかなんですけど、まあ、これが理論部分の最後のスライドなんで、まあ、入ってる人はあと1枚頑張ってください。何かっていうと、まあ、非常に、まあ、生息性補題と呼ばれるものを使います。これはもともとグラフ理論で出てきた、まあ、40年ぐらい前に出てきた補題なんですけど、言ってることは、なんか大カーネルを持ってくると、それはこう、定数サイズの、なんていうんですかね、今、大カーネルっていうのは、こう、01と01の正方形の中に値が埋め込まれたものなんですけど、それをこう定数個のパーティションに分けることができて、で、それで、でなんかその各セルが、各ブロックができるんですけど、その中まあ平均化してあげると、元の大カーネルと平均化した後の大カーネルが、さっき定義したカットノルムの意味で距離が近いということが言える。というのが生息性。まあ、絵で見ると、まあ、こういう大カーネルがあったとして、例えば、白が0で黒が1だとします。まあ、こういう、まあ、たまたま01の大カーネルがあったとして、でそうすると、うまい分割、しかも定数サイズの分割を持ってくることができて、まあ、今、PHP っていう、まあ、01を半々に分けた分割があったとしましょう。で、その中で平均化する。まあ、大体濃度が、まあ、ここだけの中で違います。
たんですが、でそうするとこの W と今平均化した WT っていうものがアブノルマルで小さいということが言えます。でさっきの議論で興味があったのはアブノルマルが小さいというそれだけだったので、まあこれを使おうじゃないかと思うわけですね。であともうこれさえ言えればあと1秒で議論は終わっていて、さっき言いたかったのは行列 A を大可燃にマップしたのと AS を大可燃にマップしたもののアブノルマルが小さいってことが言いたかったんですけど、まあ、A っていうのがまあこんな形をしていたとして、でそれはこれでよく禁じている。AS っていうのはここからなんか適当にサンプリングしたものなんですね。で、それっていうのは、なんていうんですか、ね、このブロックから、まあ、そのサンプル数が十分なければ、各ブロックからまあ十分な個数のサンプルが得られている。そうすると、この平均の値をこう得るには十分な情報が AS には含まれていて、でそれを大関連にマップすると、そうですね、これに近くなるということが言えて、で、まあ、結果的に IFIS が近いということが言えます。まあ、その定数サイズのパーティションでうまく近似できるっていうのを使ってます。まあ、それのおかげで、各ブロックから、まあ、ちょっとずつサンプルすることさえできれば、元の問題がうまく近似できる。で、しかもこのブロックの個数っていうのは定数5しかないので、サンプル数も。まあ、そういうふうになってます。はい。じゃあ、あとは実験ですね。実験。進行データ、A と B と D をマイナス1から1でランダムに生成すると、どうなったかっていうのをプロットしてます。N が行列のとかベクトルの次元数ですね。今、200から2000までの段階やっていて、まあ、もっと大きなやつとかなんですけど、で、K っていうのはサンプル、S のサイズですね。で、これを見て何を思うかというと、まず、サンプル数を上げれば上げるほど、これが誤差を見ているので、サンプル数を上げれば上げるほど、まず誤差は小さくなる。で、まあ、それと、K をフィックスして、N を増やしていっても、誤差は K である。ということが言えます。なので、N がどんどん増えていっても、K を同じ K を使っておけば同じ差が得られるということは、まあ、実験でも考えていて、それは理論を成功するということです。エラーは N200 の時やたらと広い。N200、N が200の時やたらと広い。はい。やたらと広い。まあ、はい。まあ、そうですね。まあ、これは何でしょうね。まあそうですね、問題がこういうのって大体 N が大きくなっていくと挙動が安定するっていうのは、まあそれはそうなので、こう N が小さいと何て言うんですかね、まあ、対数の定理が N が大きいと働いてきて、こう最適解もあるところに近づくっていうのが多分あると思う、まあ、そういう影響が出てる気はしますね。はい、ちょっとそれは分からないです。でもう一個やったのが、もうちょっと応用と実際の俺と関係があるものとしてあったのが、ピアソンダイバージェンスの近似です。で、ピアソンダイバージェンスっていうのが、まあ、どういうところで使われているかというと、京大の山田さんの論文で、密度比、確率分布の 2つの確率分布の間の密度の比を推定するっていう問題が出てきていて、でそこでやってることが、まあ、いろんな式変形を通じた後に、ピアソンダイバージェンスを近似すればいいって話になっていて、ピアソンダイバージェンスというのはもともとの定義はああいうものではないんですけど、いろいろ式変形をすると最終的に2次関数を解けばいいになります。なので、まあ、そこから問題設定をもらってきて、まあ、その値を近似するということを実験しました。はい。で、やったのが、得られた結果がこういう表でして、上が今回提案した、まあ、単なるサンプリングの方法で、二次関数を近似した場合、まあ、同じように N は問題サイズで、K はサンプルサイズですね。で、下はニストローム近似と呼ばれている、まあ、同じくサブサンプリング、サンプリングで有名な方法です。で、それを使って近似した時の精度です。精度というかエラーですね。で、まあ、これを見てもらえば分かるように、非常にエラーが小さい。まあ、こういう
こういうエラーだと 0.385 というような大きいエラーだったのが 0.002 になったり、まあ、それが全体にわたっていることができる。まあ、もともとニストロム法っていうのは、こういう二次関数を解くという目的のための方法ではないのでしょうがないんですが、まあ、理論的な保証もないのでしょうがないんですが、まあ、それでもサンプリングでよく、まあ、みんな、とりあえずこれ使っとこうという感じで使っている方法に比べて、こんなに圧倒的に差が出る例が得られたというのは、まあ、ちょっとした知見かなと思います。それをやるぐらいだったら、我々の使った方が。で、しかもこっちのニストロムメソッドは、計算時間が N にも依存してしまうので、まあ、いいことはないですね。まあ、はい。で、まあ、計算時間も、特に K が大きくなったり、N が大きくなったりすると、どんどん離れていって、我々のは計算時間は基本 K だけで決まるんですけど、ニストロム法っていうのは N が大きくなると思いますし、まあ、そもそも、まあ、そもそも値が、だいぶ10倍にわたるわけで違います。まあ、そんな感じです。はい、ここまでが実験結果でした。で、まとめとしては、二次関数最小化に対してサンプリングによる解放を与えました。計算時間は N に依存します。均等保証もちゃんとついている。で、ピアソンダイバージェンスと呼ばれる、まあ、よくあるとは言いませんけど、機械学習の、まあ、一つの応用において、ニストロム法よりも高速コストリフであることを示しました。で、まとめで、じゃあ、これで私の CS 検査をやっていた人としての腕は晴れたかというと、まあ、まだまだで、もっと多い範囲を広げたいなと思います。まあ、今回値だけ復元したんですけど、やっぱり解が欲しいよねっていうのは、まあ、誰に話しても言われることなので、まあ、例えば、二次回帰とかも二次関数最小化で書けると思いますけど、まあ、そういったもので、解じゃなくて、その値だけ出されても困るっていうのは、まあ、それは確かにそうなので、まあ、それの復元は絶対したい。で、まあ、今考えてたぶんできる。で、まあ、目的関数の拡張も、まあ、した方がいいだろうなとは想像はつくんですけど、まあ、私はこう機械学習そこまで詳しくはないので、一体どういう方向に拡張していったらみんな嬉しいのかっていうのは、まあ、ここで聞きたいところです。で、まあ、林さんっていう方が行列とか点、まあ、共著者なんですけど、行列とか点数分解に、まあ、非常に詳しい人なので、まあ、そういう方向に行くのも自然かなと。自然にやると4次の多項式が出てきてしまう最適問題になっちゃうんですけど、まあ、それこそ大きすぎるので、まあ、専用の話が必要かな。はい、以上です。ありがとうございました。何か質問などありましたら、よろしくお願いします。はい。これって、時間、凸じゃなくても大丈夫？凸じゃなくても大丈夫。多少の制約がついても大丈夫です。最適解がこの範囲に入ってなければいけないとか。まあ、凸じゃない場合、それつけないと、現代、無限小に行っちゃう気がするんで、まあ、それでつけるのが自然かなと思います。凸だと、基本的には凸最適化のアルゴリズムを使うのが、なんか、依存ではやっぱり、まあ、そうです。そうですね。はい。これは多分ビジョンとかだと、その解の精度かなり要求されると思うんですよ。これ誤差イプシロン F2 乗なんてかなり大きいと。なので、そういう用途で使うよりかは、同じ問題をたくさん解かなければいけないっていう時に、こう枝刈り的に使うといいと思うんですよ。その最小値の値があまりにも大きい時は、もう除外するみたいな。で、それの判定であれば、まあこれを使えば高速に。で、その、なんていうんですかね、本当の最適解を求めたいという場合は、やっぱ時間かけて求めた方がいいと思う。枝刈りとかそういうのに使うのがいいんじゃないかと。計算的な領域だとどうなんでしょう。例えば、今、連続領域ですけど、はい、それを例えば、の関数は x y をマイナス1、プラス1とか。ああ、それは、できるかもしれないですが、一回連続に行こうっていうモチベーションでやったので、実際は考えてなかったですけど、まあできるんじゃないかなという気はしますね。はい。ちょっと考えると分かんないですけど、できる気がします。はい。散布数と誤差の関係って1位なんですか？はい、関係は？いや、そのサンプル数がなんか十分に、まあ、大きいという話があるんですけど、はい、それと、なんか、
問題との関係っていうのは、その要は、この時はこれぐらいのサンプル数じゃないんで、この時はこれぐらいのサンプル数じゃないかって話は、これぐらいの誤差を見込むっていうことで、1位でその適切なサンプル数が決まるもの。これはワーストケースのバウンドをしているので、どんな問題が来ても、これだけサンプルすればこれだけの精度が得られるっていう話です。でもちろん、行列の性質とかを使えばもっと少なくて済むかもしれないんですけど、それは今回議論してます。それは今後の課題というか、それもやりたいんですけど、一体機械学習とかで一体どういう行列があるのかっていうのは知らないので、それを教えてほしいです。特徴的な行列がよく出てくるんであれば、それを入れたいですけど、それが何かを聞きたいです。実験結果に戻ってもらって、どうでしょう。どっちでもいいんですけど、なんか偶然なのかもしれないけど、両方で観測されるのかなって思うのは、なんか N はむしろでかい方の誤差が下がっていくような雰囲気を感じることがある気がするんです。もう一つ前でもそういう、まあそうだったかな。 N が大きいと誤差は、N が大きいと誤差下がっているのかな。 K=10Kポジションを見ると、ちょっとなんとも言えないかな、Kポジションは。まあ、偶然の範囲の方かもしれないですけど、N イコール200で 0.7 ぐらいなのが、Y イコール2000で、そうですね。これって何か説明できるんですか？なんか問題、現象としては面白いなと思ってて、はい、問題が大きい方が、なんか正解に近づく。まあ、一応データの場合、なんとなく分からないような感じで、その人口の一応のデータの場合は、まあ、なんていうか、答えがそもそも一定なので、まあ、それに近づいていくっていう現象なんだろう。そうですね。まあ、それが、先の実験でも加速されてるのか。まあ、これもちょっと不思議ですけどね。なんか N がどんだけ多くても、K が10だったら、こう、その K を10に限定すれば見られる行列って、全く同じ分布をしている気がするので。なんか同じ値が出ても不思議ではないように見える。が、まあエラーバーがあるので、ちょっとなんとも言えないかもしれないです。で、こっちは何でしょうね。そういう現象は、まあ、K が小さいときは見えますね。が、ちょっと簡単にはわからないです。まあ、まあ、下がってるかというと、上がってるところもあるし、セーフですよ。ちょっとわからないですね。はい。ありがとうございます。まあ、理論、そうですね。これを見ると結構誤差は小さいかな。理論保証で得られる誤差っていうのは結構悪いというか、K をかなり大きくしないといい誤差の保証はできないんですけど、実験的にやるとかなり。良くて、まあ、そういう意味では使い道があるかもしれません。実は分かったし。はい。ここで H っていうのは、デンスは？デンスです。デンスを想定しています。デンスで使い道を設定するんですと、デンスの次元数が大体 V の次元は、まあ、N ですね。はい、まあ、この話、デンスじゃないと、まあ、スパースだと別の方法でいいのが多分いろいろあるので、まあ、デンスな時にどうやって早く解くかっていうのが主眼です、ね。どっちかというと。はい。まあ、パーネルから決まる行列なので、まあ、内積で決まる行列と思うと、まあ、値がゼロってことはない。はい、大抵の場合。そういうときに特に効果を発揮します。なんか誤差の入り方に性質とかあったりするんですか？性質。あと、なんか例えば、偏りがない。偏りがない。実験してると、最適値より上が出てくることが多い印象はありました。それはちょっとわかりません。まあ、最小化してるから、でもちょっとわかりません。
誰が仕切っているかいまいちわからないんですが、あ、本当他に質問はなければ、じゃあ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。